やっぱ野球のその技術っていう部分もすごい今教わったんですけど、うん、最後にこのメンタル面とかちょっといろんな質問、うん、僕がその気になってる質問とかをさせていただければなと思ってるんですけど、うんうん、ちょっと僕から結構追い込んでるんだね。そうですメンタル面聞かれると思わなかった。そうですね、精神面とかもちょっといろいろとお聞きさせていただければな。もちろん、はい、ちょっとまずじゃあ僕から、僕今ちょっと左腕を骨折してるんですけど、はい、それがこの前レジェンド OB 戦で投げてる最中に、うんうん、まあ、上腕骨をちょっと骨折してしまう、うん、そうなの。はい、試合中に投げてて骨折。そうですね。でなって骨折して、今あともう少し多分 3,4 ヶ月ぐらい多分かかってしまうんですけど、まあ、僕の中でこう正直に言うとこうやっぱりまだすごい不安がこう投げれるのかなっていうところとか、やっぱ全力で投げるのが多分すごい今の段階でもすごいちょっと怖いっていう部分があるんですけど、まあ、こういった部分とかになった時とか、まあ、イチローさんがその不調になった時とか部分のそのメンタルのことをこう変えていくべきなのかとか、まあ、僕としてはもう正直結構今不安なので、あ、まあ、どうすればいいですかっていう質問ちょっとおかしいんですけど、ね、僕大きな怪我はいくつかしてるんだけど、はい、2年前に生まれて初めて肩ぶっ壊して、はい、それはね、あの女子高生との試合で、はい、あのピッチャーやって、でゲーム中はなんとか持ちこたえたんだけど、翌日からも肩上がんなくなっちゃって、それはもう骨折とかじゃなくて、まあ自分なりのアプローチで11ヶ月後の同じ試合に、11月だったんだよね去年の、それにギリギリ間に合ったっていう経験が、まあ今までで一番大きな怪我だったし初めてだったし、ものすごい不安だった。実は未だに完治はしてなくて、90% から 95% が100までもうちょっとでこう届くっていう感じなんだけど、でもそのあと何パーかがこう戻ってくれないっていう感じなので、だから今は実は不安なんだけど、でも今の状態は去年1年前と比べるともうこれ天国、僕もキャッチボールもできなかったん でその間はね、俺やっぱ何、マグロが泳げない状態みたいな感じ、うんうん、マグロって動いてないと死んじゃうから、うんうん、もうそんな感じでもう毎日憂鬱でしょうがなかった、うん、でこれ一生抜けないかもなって思ったし、辛いよね、うん、もうひたすらトレーニング、それを重ねていかないともう前に進んでいかない、うん、もう休んだらこれ終わりだなと思ったから、うん、もう毎日トレーニング続けて、でまあ、治療とミックスさせながらね、はい、で治療もそのどれが合うのか合わないのかってやっぱ個人差あるし、まあ、それいくつか回って、まあ、あるものとあるものをミックスさせて、でトレーニングとっていうアプローチでやっていったんだけど、まあ辛かったね、うん、なかなかそれはね、野球選手にとっては、うん、そうね、魚が泳げない状態、そうそう、ね、水がない状態、ね、鳥が飛べないとか、もうそういう状態だなと思ったから、でも若いからね、はい、もう今年で50のこの僕でもそれ戻ったから、うんうんうん、でも若いから、はい、それは大丈夫よ全然大丈夫とその断言はできないけど大丈夫ですよ。ありがとうございます、うん、ちょっとめちゃめちゃに、うん、イチローさんに言っていただいて、うん、ただやっぱこうできることやってほしい、はい、肩は使えないけど、うん、腕使えないけど、それ以外でやっぱ強化できることがあるから、はいはい、そういう意味ではチャンスと捉えることもできる、うんうん、ね、肩が動いてたらさ、もう普通にできてたらやらないトレーニングってあると思うんだよ ね、だから今だからできる、うん、そのトレーニングとか強化ができるものを探してやってほしいよね。ありがとうございます、うん、ありがとうございます、はい、僕ら初戦 あのゴリラクリニックさんと戦ったんですけど、うん、もう10対0で、うん、もう全然手も足も出なくて、打てない自分にもイライラしちゃうし、うんうん、そういう時って本当に僕中学校からもうずっとそうだったんですけど、打撃で特にその調子が悪くなって、うん、そういうメンタルコントロールみたいのって、うん、なんか意識してることってありますか？イライラする、結果出ないと僕もイライラします、うん、うまく同じように試合がうまく回らなかったりだとか、イライラするし、試合中にもう過呼吸になって
もう終えってなったこともあります。それが来るのは大体ね200本を間近にでシーズン終盤だからもうその恐怖といつも戦う。まあ全然その余裕なんかないですよ。最終的には平常心でプレーできるようになってほしいけど、はい、難しい。それはあのそれなりにプレッシャーを感じながら結果出してほしい。それで結果出すことで初めて自信が生まれるから、ゲームでそうやって自分が感じたその感じているストレスとかイライラするとかそれも次に向けての大きな、なんかきっかけ、はい、それでもうとにかく諦めないでほしい。で自分をそうやってこう磨いていって、あこの相手なら平常心で戦えるなっていう感触多分得られるようになると思うんで、はい、今はねまだ勝ったことがないからさ常にこう相手がね上に見えるかもしれないけど、でも最終的にはどんな相手でも自分たちがこういつも力を出せる状態でグラウンドに立てる日が来るんじゃないかな。みんな野球好きだし、はい、一生懸命だし、これ遊びじゃないっていうのを俺だけでもよく伝わってくるから、はい、こんな質問なかなか不採球で出ないんですよ、まあ、それぜひ頑張って、はい、勝って自信つけれるように頑張ります、ね、そう自信つけるのはもう自分だから、はい、人にそれしてもらうことじゃないからね、ぜひそれは、はい、頑張って結果出して自信つけてください。ありがとうございます、はい、僕いいですか、はい、硬いよ。はい。じゃあマジで硬いから。はい、柔らかくいきます。硬いけどな。いや硬いんですけど。打席に入る前のルーティンあるじゃないですか。うんうん、ルーティンで意識してることって何なんですか。ボックスに入るまでにこう自分のリズムを作ってるわけですよ。あ同じこう動きで自分のリズムを作る。はい、で打席立ったらさ、はい、基本的にはピッチャーが主導、ピッチャーが動いてくれないとバッターはこうね、はい、バット振れないからピッチャー主導になるんだけど、自分の世界にこう巻き込みたいわけ。あでピッチャーに合わせていくとそもそもピッチャーが中心になっちゃうから、もうその時点でやっぱ負けちゃうんだよ、はい、打席入る前、入るまではでも自分のリズムでいけるわけだからさ、はい、それを大事にしてるわけで、はい、ボックス入った時にはもう自分のこうリズムっていうで、相手もなんとなく一郎が立つと、はい、あなんか飲み込まれる感触だなとかって、まあ、僕の状態が、まあ、普通の状態もしくはあのいい状態の時は、はい、相手はそう感じると思う。ただこれは結果が出てなくて僕が後ろ向きな状態の時はそれまたそれもまたピッチャー分かるから、いくらこれ頑張ってやってても自分のリズムにならないんだよね。それは面白いところ でも最低それはやっておくっていうね。なるほど、うん、それ大事なことだ。それはも打席を入る回数を重ねるごとに自分のルーティンが出来上がっていったんですか、それともともと自然と。いやいや、それはゲームの中でいろいろ試した中で最後、はい、最後、まあ、ある時から同じ形が出来上がってるんだけど、いろいろやったよ。それは自分の中でいろいろ試しながら作っていく。もちろんです、うん、ありがとうございます、はい、はい、どうぞ。実は先日あの OB 戦、うん、ピッチャーが、系統でちょっとあの好投してくれて、うん、僕はちょっといつもあのサードとか外野守るんですけども、うんうん、その日たまたまちょっとファーストを守らせてて、うん、はい、で何でもないゴロをちょっと、うん、ランナー3塁2アウトでちょっとポロってしてしまって、あそれで1点入った、はい、で 1-0 で負けてしまいました、はい、こうなんか人生思い浮かべると、あの中学校の時も、うん、なんかその県大会とかで暴投して、うんうん、こう負けてしまったっていう、はい、こう大舞台にちょっと弱いところがあって、うんうんうん、練習試合とかで打てるんですけど、うん、なかなかこう本番に弱いっていう、うんうん、一郎さんのその大舞台で活躍される秘訣をちょっと聞きたいです。いや僕だって失敗ばっかですよ、でもその中のいくつかがうまくいってるだけのことで、ほとんどうまくいってないから実は。だって野球なんてそうよ、はい、打つのなんてだって3割しか打てないんだもん、はい、うまくいったって7回失敗ですよ。でもまあ人の記憶に残る場面でね、例えば WBC の時とか、はい、まあそれが人の記憶に残るから
そういう印象があるだけで、はい、基本的には野球は失敗するんですよ。でも失敗するからといってその自分をこう甘やかしてはダメ、うん、それはそうだよ、はい、常にやっぱ自分は追い込んでてほしい、自分に厳しくしててほしい。僕はそうしてきました。だけど僕の悪いところ、悪いところっていうか特徴は人にも厳しいっていうね、人に寛容になれないから、同じように特にチームメイトとか近くにいる人間に対して僕すごい厳しいのよ。やっぱり上手くなってほしいし、こうであってほしいし、で僕もこうなりたいしっていう、まあ、自分に対してもそうしてるつもりだからね、まあ、そんなスタンスで僕は自分を追い込んできたし人も追い込んできた。なんかそういう緊張感は大事だよね。で経験して、あ悔しいなとか、あのもうミスしたくないなとかっていう、それすごい大事なことで、はい、まあ、うまくない選手が例えばね諦めてしまったらもうそれを本当終わってしまうから、うまい選手もでもそこで大丈夫だってなったらそれでもう終わりだから、はい、終わりというかもう前に進まないから、やっぱり謙虚にやっぱ自分を研鑽する、まあ、研鑽するっていうのはちょっと大げさな言い方だけど、はい、うん、そういう姿勢大事なんじゃないかな、はい、うん、ミスはするんですよ、はい、そこで、まあ、どう頑張るか、うん、その繰り返しです野球は、はい、うん、頑張ります、頑張って、はい、ちょっとラフな質問かもしれないですけど、うん、野球僕らも楽しく今やらせていただいてるんですけど、うん、イチローさんが野球楽しいなって思う時って、うん、なんか一番こういう時に思うとかってあるんですか？今何やってても楽しい。現役の時、まあそういう今表現した楽しさは全くないです。それはないです。そうやって楽しみたいなら僕はプロになっちゃいけないと思ってる。プロになるってことはそれ職業にすることなんで。もちろんね、自分が目標としてる結果残した瞬間とか、大事なヒットの瞬間とか、大事なプレー、瞬間瞬間もちろん達成感はある。でもそれは純粋な楽しさとは違うんだよね。今してる野球めっちゃ楽しいです。どの瞬間も楽しい。けどプロになると実はそれはなくなるというね、まあ、皮肉なもんだけど、でもだからこそ迎えるということもあるけどね。僕このチームに入った時は、うん、本当に野球のルールも分かんないぐらい、うんうん、野球の知識がない状態で入って、うんうん、野球をやり始めたんですけど、うん、みんなと野球やってたら本当に野球楽しくて、うんうん、野球の楽しさに気づかせてもらったんですよ、うん、チームメイトに、うんうん、まだ視聴者の中にもやったことないけど、うん、この洋平のプレーを見て元気もらったっていうコメントとかもすごいあって、うんうん、初心者なりに僕も本気で頑張ろうと思ってるんですけど、うんうん、この年齢からでも本気で野球に向き合う意識があれば、うんうん、イチローさんを越すことはできますか？無理だと思います。それは無理だよ、なめんなこら。ただその思いはね、はい、野球楽しいっていう思いを持ってたら、はい、自分の限界までいけるよ。僕を超えるとは超えないじゃなくて、はい、自分の限界に挑んでほしいんだよね、はい、今の自分とじゃあ何年か後の自分がどれぐらい違うか、そこに面白さをまず見出してほしい、はい、そうなったら次誰かと比較してあんなになりたいとか、はい、そこまでまず自分を持ってってほしい、はい、いきなり僕と比べてたらそのなめんなこらってなりますから、はい、うん、それはそうです。まずそうやって自分を高めてください。はい、楽しみます。でもね、野球が楽しいって心から思えること、これが一番大事なことだから。本当に楽しいです、うん、それ忘れないで、はい、うん、頑張ります、はい、ありがとうございます、はい。はい、ありがとうございました。いや、僕も楽しかったし、みんながこんなに一生懸命
野球と向き合ってるとは想像してなかったです。ちょっとジーンとしてしまいましたやっぱり野球ね楽しいからさ、できるだけたくさんの人にこう知ってもらいたいと思ってるんだけど、こうやって一緒にやることで それがもっとこう大きくなれるんだろうなっていうふうに思ったので、あのみんなのこれからの活躍楽しみにしてます。ありがとうございます。で一生の報告を楽しみにします。はい、はいはい、動きが柔らかくなったという報告です。必ず柔らかくします。そうだ、もうその時から意識、はい、僕は今も意識してるからね。この勝手こうやって立ってる時から姿勢意識してます。僕もです今意識してるんですけど、まあ、そうでも大事なことです、はい、あの気緩めたらそれはね、はい、なかなか身につかないんで意識します。もう知らないうちにそれがいいよ。ありがとうございます。すごいです。ありがとうございます。乗っかってる感じする、はい、そうそう、意識してるものが自然とこう身についてくるんで、そんな状態になればきっと一生も近いんだろうなというふうに思います、はい、いや今日はありがとうございました。ありがとうございました。そうですね、やっぱりあのイチローさんでもこうプレッシャーに押しつぶされそうというか、そういうこうなんかやっぱり傍から見てるとすごく強い人、完璧な人っていうイメージだったんですけど、そういう一面もあるんだなと、こう人間らしいというか、イチローさんでもそういう風に思うんだから、僕らがそういうこうプレッシャーに負けそうとか、なんか辛いとかって思うのは当たり前だなって思えたことがちょっと気持ちが楽になって、はい、あのイチローさんでもそうなんだからっていうところで、なんか勇気をもらいました。なんかもう1日すごい濃かったんですけど、まあ正直僕としてはやっぱり一番メンタル面として今まあ肘骨折してしまってて、まあ投げれない状況で、イチローさんもすごい言葉を考えながらだけどなんか大丈夫って最後に言ってくださったのが、なんかすっごい僕としては心にきて、シーズン2も多分あまり多分投げることは正直不可能には近いとは思っているので、まあ、それでもイチローさんに言ってくださる通りで、まあ、できることをまずは今できることをどんどんやっていくっていうところと、不安には多分正直なってしまう部分あると思うんですけど、もう何度も何度も大丈夫を言い聞かせて、ちょっともうイチローさんの言ってください大丈夫思い出して頑張っていこうかなと思ってます。今このタイミングで僕らがイチローさんに出会えたっていうことはすごいでかいんで、本当にあの自分らのものにして、で今後の勝利につなげていきたいですね。普段から立ち姿しっかりとしてブレなくしないといけないよねと か野球のプレーでやる以前の話がちょっと多いなとは思いましたね。だ日常から立ち姿とか姿勢とか、あとはもう自分の弱いところ、イチローさんの動きを実際にこう無駄なくしようと思ってできないので、じゃあなんでかってなったら、やっぱその筋力的にだったりとか柔軟性的にっていうところをやっぱ突き詰めていかないとやっぱりダメかなって思いました。力が入りすぎてると、いや自分では全く意識してなかった部分だったので、そこに気づかせていただいたので、やっぱこう自然に軽くゆっくりプレーできるように言われたことをちょっと日常から意識してちょっと改善していきたいなと思います。一生ですね、とにかく次の試合で必ず勝つ、でみんなで勝利の味を噛みしめたいと思います。高校をスポーツ推薦で入ってるんですけど、その時の面接で言ったのがまさしく憧れてる人誰ですかみたいなことで、僕がイチロー選手ですって手を挙げて集団面接で答えたんですけど、もうそれぐらい僕はその時からもうずっと憧れの選手で、イチローさんもすごい忙しい方なので、あの時間の取れない中来てもらったんですけど、いただいて指導していただいたんですけど、本当にビッグな一日になりました。今この体型でやっぱ一番バッターっていうタイプに見られないんですけど、高校の時はイチローさんの真似しかしてなかったんですよ。見えないですよね。だからそれがすごい嫌で隠してたんですけど、昔は足速かったんで全く同じ打ち方やってたんですよ。めちゃくちゃいい体験させてもらってるなと思って、はい、もうそこの幸せを噛みしめながら、はい、1分1秒味わってました今日は多分今まで史上最大レベルで私喋ってなかったじゃないですか。今日多分口数が本当少ないぐらいすごいずっと真剣に聞いちゃってて、なんかなんだろう、こう本当聞き入っちゃうというか、魔法のようなこうスッと入ってくる、なんか
何ですかね、こう自分の中にはまるものがあって、なんかそれがピースのようにはまっていくみたいな、まさに今そんな感覚でずっと聞いてて、まあ、本当にねなかなかない機会ですし、今どちらかといったら学生さんに教えてることが多いと思うので、その中で教えていただいて本当に感謝しております。僕本当に今日ご挨拶させてもらったんですけど、初めて買った本が一郎さんの方だったんですよ。だからちょっとね OB 戦、ファーストシーズンでねちょっとやっちゃったんで、セカンドシーズンはねもう全試合で活躍できるようにちょっと頑張りたいと思いますので、まあ、この動画が一郎さんにね届いてくれればいいと思うんで、まずは一勝したいと思います。いい報告ができるように頑張ります。一郎さんありがとうございました。ちょっとパースピーをもっともっとちょっとこう明るく盛り上げるためにも、ちょっとマネージャーさんが、改めて試合まで今日でちょうど1週間ぐらいしかないんで、しっかり集中してやっていきましょう。ソバ、ナイスナイスキャッ、よいしょ、カメラキャッ、コナミ。